下田城市。いつもの前田さんの真似して「おっチャンネル」の前田さん、これ開国記念碑があって、連城碑がある、下岡連城。どこまで行けるかな。え？マジでそんなあんの？死んじゃうかも。お、こうやって上がってくの？これ車で行きたいよね。これ車で行っちゃダメなのかな？車で走れないのかな。天守閣結構、俺今どこにいるんだ、現在。ここだろう。こう上がってってカーター記念碑があって、外国記念碑があんの。行ってみる。マスクが邪魔かも。すげえマスクが邪魔かもしれない。回してって。まあこの今頭の上のやつが回ってるけど。おお、石垣が、こんなとこあるなんて知らなかったな。なかなか大変ですね。同じくマスク苦しいね、これ。これがカーター碑だ。そう書いてある。なんか平らなところ出てきた、ほら。ここまでかな。いや、まだ続いてるぞ。あ、それがそうってこと。いやでもまだまだ続いてるよ。ここどこよ今。ここはキャンプとか焚き火はダメって書いてあるけど、これが下田公園。これが
あ、黒船祭の時に何？ここだ。あ、これ？これか。だってさ、天気台やったってめっちゃさ、上じゃない？ね、これ登っていくってこと？無理。帰ろう。いや、ここで断念したとなると。てか、あっちに行けば、あれかな、景色が見れるのかな。でもすごいね、綺麗だね。下田金あるね。なんか沼津市と大違いなんだけど、記念碑たくさんあるんで、やっぱあれなんだろうね、下田を愛してこうすごく下田のためになった人たちがいるってことなのかな。これ村松なんとか沖って書いてあるね。ちょっと達筆すぎて読めないけど、村松春水沖縄。下田の偉人は結構いるんだね。あ、彼女 ここすごいよ、綺麗。もうすごい、あそこに我らがミックスボックスもありますね。下田城址上まで登る記録はありません。コペンだね。石垣なんでしょ。うん、ああいうの石垣だから。下田城ってすごいでかかったんだね。下田城ね。行く？え？その上はちょっと勘弁いたしましょう。あそこちょっと登って。そうだね、ちょっと遅かったね、うん、もうビデオにすら撮ってないけど、頂上分岐って。頂上分岐。ここまで行けば頂上に行って、要は白山の、もうあそこまで上がりたくないんだよね。いいことにしよう。よし、戻ろう。開国記念碑だから、これ撮っていけばいいし、こうやって。あれの一番上がそうじゃない、ね、え、あの上がね、あれが開国記念碑です。オッケー。疲れちゃうもん。帰ろう。いつもの前田さんの真似できなかった。ボツにしないよ。無理だったね。でも食後もいいところでね。あれ、車来た。俺
俺もそれしたかったよ。いいの？ここ。だってこれさ、車で行けるんだったら車で行くよね。まあ、普通そうだよね。管理の人だからか。乗っけて上まで行ってくれ。何それ近寄ってくると同時にね、こうやって元人でゆりちゃんのところにね、これね、ゆりちゃんがね、蜜です蜜ですって言ってね、セスのツイッターで上がってた。面白いのがあって、ゆりちゃんの、なんかあの会見した時、距離みんな持ってたとしたら、ゆりちゃんがわーソーシャルディスタンスって言ってた。わーソーシャルディスタンスゆりちゃんマジ面白いの。今の会話俺の YouTube に載っけよう。面白いじゃん、だって今の。最近くしゃみするからあいつ。ヘクシーヘクシーってやってるからね。これ今作ってんのかな、こっち側を駐車場に。なんかそれっぽいね、そうっぽいね。あ、だから今狙って。頭いいね。そんなことはねえだろう。こういうのは予算があるから。ここから降りていけばよ。ああ、だってあそこからまだだいぶ行くよ。ちょっと天守台はね断念したけど、これでね、これで見ていけばいいよね。ああ、なるほどね。なんて呼ぶんだろう。何か。なんだろうね。うだね、う。泣きじゃないね。うやま城だね。牛間？あ、島だね。古い島だね。牛間城市かな。どういう編集になるかわかんないけど。よし、ああ帰ってきました。お帰りなさい。どうかな。今日はね、ちょっとあの仕事のね、要件がありまして下田まで来ました。そのついでにね、下田公園でお昼食べて、そこがね、なんか下田城址になってまして、そこをちょっとね、上まで上がってみました。